しちゃう。どんどこどんどこどんどこどん、イエーイ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 。第1回ミニモニペット大集合、後半戦です。今週のミニモニは引き続きペット大集合第2弾。前半戦は可愛いペットが続々登場。さて後半戦はどんなペットが出てくるんでしょうか。ハリです。ハリくないですか。あのね、お腹はご覧の通りハリがないんですよ。ですから自分の身を守るときに、ハリのないお腹を隠すように丸まるね。なんかあなた不思議な形してるね。鼻息荒いね。すごい、なんかコートとか着てる。お腹を持ってみたらわかりますよ、痛くないから。じゃあまずリーダー矢口がハリネズミを抱いてみることに。重たい。あ、いや T シャツいた。今T シャツを通してハリが入ってきましたね。あ、ハリは刺さりますよね。でもあれ落とさないでね。すごい鼻息が。大丈夫大丈夫。鼻息が。やだやだー。あ、ちょっと待って、シュク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 シュって言ってる鼻が。すごい。続いてのペットはこちら。あ、落ちません。何これ。すごい。ハリネズミ似てる。ハリネズミじゃないです。わからない。あ、わかった。何。あの虫食べるやつ。あ、アリクイ。アリクイ。あ、アライグマの仲間で。アライグマさんなの。鼻グマ。年収もあるんだい。鼻が長いでしょ。かわいい。かわいい。うちのね、飼ってる犬に似てるけど。隣行ってごらん。みんなのとここう順番に乗ってくと思うよ。痛いですか。はい。助けて。はい、次。やっ。冷たくて。これが赤鼻グマのミニモニ背渡りです。はい、来たこれ。はい、来たこれ。はい、来た。次は店長さんのおすすめです。お願いします。はい。両方の目が違う方向いてるでしょ。どこ見てるんだ。あ、目がやだ。目がやだ。目がやだ。あの色とか変わるじゃないですか、これ変わるんですか。変わりますよ。これが餌食べるとこ見たい人いる。見たい。まだ落ち着いてない。ということで餌を食べるところを披露してもらうことに。コオロギ見てるでしょ今。ほら食べた。これがめったに見られないエボシカメレオンのお食事シーン。できるの。そしてミカも餌をあげてみることに。ちょっと待ってて、待ってて。やだ。餌のコオロギでミニモニ大パニック。両方の目が餌を食べる時だけは同じとこを見るから、よく見てて。気持ち悪い。いくよ。はい。ほら目がコオロギ。あ、本当だ。本当だ。君たちやってごらん。片目で何かを掴もうと思っても距離が正しく掴めないんだ。では貴重なお食事シーンをもう一度。いろんなペットからこの自然の人間にない能力とか見れるでしょ。面白いですよ。でもね、こういうの見てると面白いね。初めて見た感じ。いや、せーの、ミニモニ。